グラウンド無接機の校舎日田市立古川小学校は、岐阜県日田市古川町片原町にある、公立小学校。2016年5月1日現在の児童数は461人で、日田市の公立小学校の中で最も多い。1873年に、古川の住民有志が出資して設立した、京和義塾に起源を持つ歴史の長い学校であり、社会科の国っ学習。 音楽家の、節作りの音楽教育など、独自の教育を実施してきた。また、児童会が、実主的に仲良し宣言を定め仲間を大切にすることを推進している。増島城の城石内に立地し、校舎の地中には、遺構が保存されている。このため校舎は地中に杭いを打ち込まない、低層建築とする必要があるため、2階建てである。鉄筋コンクリート構造。 木造、鉄骨構造を組み合わせた建築物である。敷地面積32,373.75平方メートル、建築面積7,520.71平方メートル、延べ床面積8,739.38平方メートルである。設計は日建設計と小林建築設計事務所、施工は長山建設が担当した。 校舎は学年別に分かれた串型の胸が並ぶ構造になっており、豪雪地帯という地域特性に配慮して、胸間は除雪者が入れる幅をとっている。各棟は東西の触れ合いギャラリーを軸に束ねられる。教室は自然光が差し込む高天井と木材の多様、床暖房を特徴とし、校舎外壁は白壁と記号紙を採用する。また玄関は、 積雪期に備えて、軒下空間を設けている。グラウンドは隣接する岐阜県立東吉木特別支援学校と共有しており、相互の交流も行われている。なおこのグラウンドは、古川祭りの際に臨時駐車場となる。1873年4月、古川の住民有志が出資して、共和義塾が開校した。共和義塾は、住民の出資という点で、 従来の寺小屋や私塾とは異なる教育機関であった。開校時点では一の町の元収納組会所を校舎に当てていたが、同年10月に本密寺へ、翌11月には三の町の新修寺へ移転した。また、児童数増のため新修寺だけでは収容しきれなくなり、一の町の中村前衛門邸を分校として、女子児童及び裁縫生徒の通学先にすることで対応した。 共和義塾は12月に学校設立課外を、千曲県で、長山森テルに提出し、1874年1月15日に共和学校に改称、正式な学校となった。共和学校は引き続き、男子が新州寺、女子が中村亭に通学するという状態だったため、新州寺の方のみを共和学校中村亭を 共和女学校として呼び分けることもあったという。1874年7月頃に共和学校は、児童数22人の上、桁学校を統合した。1875年7月に共和学校から、古川学校に改称した。1877年6月には、文部大書記官の西村茂樹が、古川学校の視察に訪れたが、 寺院を借用し人不都合のこうなりと日記に書いている。1878年3月21日、自震祭を挙行して、向かい町朝関の上で新校舎の建設を開始し、同年9月8日に上等式を行い、9月11日に新校舎へ移転した。ただし、開校式が行われたのは、1年以上経過した1879年11月2日のことである。 この新校舎は当時の流行に合わせた義用風建築で建設費1240円は町民からの寄付で全額まかなわれた。校舎は2階建てで390人収容可能な設計であったため当時の児童数155人に対しては余裕があった。1879年12月には上町学校を統合したことにより当時の古川城域の学校は 古川学校の一校に集約された。1885年になると、児童数が463人になり、収容定員を超えたため、特管工事で、既存校舎の隣に増築校舎を建設し、同年9月3日に落成、開校式を執り行った。増築校舎も義用府建築の2階建てで、工場側を挟んだ対岸の鉱山警察署、古川文書を含め、 三棟の義用風建築が立ち並ぶことになった。義用風校舎は見栄え重視の建築物であったため、天井高が低い、窓が小さく数も少ないため最高が不十分、北向きに建てられたため陶器の北風にさらされる、など決して使い勝手は良くなかった。小学校令の交付により、古川学校は1886年に古川尋常小学校に改称した。同令は、 中学率向上を目標に簡易化の設置も認めたが、古川尋常小学校には尋常化のみが置かれた。1888年、古川高等小学校が、古川尋常小学校内に併設され、吉木郡一町六村の組合が運営にあたった。郡内各村への高等小学校の設置が進むに連れ組合から離脱する村が増え、1889年に国府村、 1892年に河合村、坂上村、坂下村が離脱して、最後まで残ったのは細江村と小高里村だけであった。高等小学校は義務教育ではなかったが、1898年には190人の児童が在籍していた。ただし退学者も多く、4年間の家庭を追え無事、卒業できたのは毎年10人程度であった。企業風光者は、 教育環境として問題が多く修繕費もかさむため、1898年に増止前の新校舎の建設が決まり、1901年8月に完成した。新校舎建設を見越して1898年に、古川尋常小学校と古川高等小学校は統合し、古川尋常高等小学校に改称した。同年に69.3%であった。 就学率は1912年には99.3%とほぼ100%に達した。1907年の小学校例改正により義務教育が6年に延長された。1930年度から1938年度の古川神常高等小学校の神常岡6年生の進度が記録として残っており、これによると7割の児童が高等科へ進学し、残りは 就職が多く、高山町にある旧正中東京育学校へ進む児童は少数であった。就職は女子が多く、特に生死業に就くために古川町を離れる女子が多かった。旧正中東京育学校への進学率は、高山本線の開通した1934年から向上し、1938年度卒業生は2割が、 日田中学校や高山高等女学校などへ進学した。併設校の設立と発展九百十七年、古川神常高等小学校に併設して、古川農業裁縫補修学校が開校した。同校は男子部と女子部があり、男子部が農管期の九月から三月に授業を行い終身、国語、算術、農業、商業を教えたのに対し、女子部は、 通年で授業を行い就寝国語、算術、裁縫を教えた。近隣の小学校にも、実業補修学校は併設されていたが、古川農業裁縫補修学校の特色として、男子部に農業だけでなく商業の授業もあったことと、女子部が通年であったことが指摘できる。古川農業裁縫補修学校は1923年に、古川農商補修学校に改称し、 1926年の青年訓練書令を受けて、補修学校に青年訓練書の役割も担わせるように学則を改正した。1921年9月、吉木軍立実業補修学校が、古川農業裁法補修学校とは別に、古川神城高等小学校に併設されるも、1923年の軍政廃止に伴い、吉木軍農会に運営者が交代した。 しかし、慈悲の分担率をめぐり軍内町村の対立が激化し、一旦は廃止が決まるも、右与曲折を経て、古川町が、吉木軍農会立実業補修学校を継承し、古川農商補修学校と統合することになった。こうして1928年に両校を統合した、吉木高等国民学校が開校し、同時に、旧古川農商補修学校の、 青年訓練所機能が分離して独立した古川町青年訓練所となった。吉木高等国民学校は単なる実業、補修学校ではなく、旧正中等教育学校相当の機能を持たせるという意気込みの下で開校し、制服も中等学校を意識したデザインであった。本家と実家からなり、本家は男女共学の2年生で、 中等学校並みの授業時数を割いて、地域の中核的人材の育成を掲げ、実家は男子部と女子部に分かれ、男子部は農管期に農業中心の授業を行い、女子部は出稼ぎ者が帰省中の1.2月に裁縫中心の授業を行った。1935年に青年学校令の交付があったことから、同年7月1日に、 吉木高等国民学校と古川町青年訓練所を統合して、公立青年学校吉木高等国民学校が開校した。同校は普通科、本科、研究科からなり、本科、研究科は一部、二部に分かれていた。1940年4月、公立青年学校吉木実業学校に改称し、青年学校の男子義務化に伴い、男子本科生は義務となった。 1941年国民学校令の交付により古川国民学校に改称した。第二次世界大戦の戦況が厳しくなってきた1944年7月27日の古川国民学校日誌には疎開者2名の文字があり、親類を頼って古川町へ疎開する児童が現れた。疎開児童の正確な数は不明であるが、児童数の推移を見ると、 1945年度は、各学年級から31人増加しており、戦争が終わった1946年度には、各学年6から15人減少していることから、この増減が、疎開者と関係すると推定できる。また、古川国民学校日誌には、児童の勤労奉仕作業に関する記述が多数、残されており、1942年度は、 初等科1から6年生が年間7日、高等科1.2年生が年間8日作業に従事していた。1944年度になると初等科1年生は年間6日で学年が上がるごとに作業日数が増加し、高等科生は年間70日と授業より作業が中心になっていた。これらの作業内容は、どんぐりなご、山菜などの採集、焚き木、 炭の長距離運搬、防空壕を掘り、航空機部品整理、工場への動員などであった。工程は開墾され、蕎麦大豆、さつまいも、麦などを栽培した。終戦により教育の民主化が図られ、護身鋭、法安殿の撤去、軍事教練の武器の破棄、または農具への転換、軍国主義的技術の塗りつぶしなどが行われ、 連合国軍最高司令官総司令部の指示で停止された中心、日本歴史、地理の授業時間は勤労作業や自由研究に充当された。古川国民学校は、吉木軍内の教科書回収場所に指定され、軍内各地から停止された科目の教科書が集められ、1946年10月24日には GHQ 岐阜軍西部が、 古川国民学校へ視察に来訪した。学生改革により1947年4月、古川町立古川小学校に改称する。開校式は岐阜県会室に5月3日に挙行された。また、古川町立古川中学校が古川小学校に併設され、1949年に独立校舎が落成するまで古川小学校と同居していた。 古川小学校では新設された社会科の教授法を研究し、国庫学習が有効であるとして独自の授業実践を行った。1966年、岐阜県の小学校音楽科の研究指定校に指定され、岐阜県教育委員会の指導指示であった山本博氏が推進していた、節づくりの音楽教育を実践することになった。 これは山本から相談を受けた比嘉教育事務所、指導課長の中谷一郎が、自身の母校であった古川小学校を推薦したことが契機となり、音楽主任の山崎敏弘が中心になって、節作りの音楽教育が進められた。研究校指定は2年間だけであったが、指定が外れて、以降もカリキュラムを改定しながら続けられ、1978年に、 不任した校長の方針で中止された。古川省の節作りの音楽教育は、節作り一本堂として完成され、山崎は節作りの音楽教育の功績を称えられ、中日教育賞を受賞した。節作りの音楽教育が影響しているかは、不明であるが、古川町は住民による音楽文化活動が盛んな地域となり、1980年9月17日には、 東京フィルハーモニー交響楽団の日田古川公園を住民組織が誘致し、古川小学校が会場となった。この公園の成功を受け、古川町では音楽ホールの建設が目標となり、2006年6月3日に日田市文化交流センターとして結実した。1970年、古川小学校に25メートルと10メートルのプールが設置された。 1974年4月、アゼ畑小学校を統合した。昭和の大合併による新、古川町発足当初は8校あった。小学校は順次統合され、アゼ畑小の統合により、町内の小学校は、古川小と古川日小の2校に集約された。1996年には、コンピュータ教室が整備された。2004年の東発足により、 日出市立古川小学校に改称する。校舎は老朽化していたため、日出市古川図書館の敷地を利用して、新校舎を建設する計画が立案された。工事は2009年9月から2011年3月に行われた。完成した新校舎は、平成24年度美次連建築賞奨励賞、一般建築部門を受賞した。総合的な学習の時間を活用して、 地域や自然を大切にする心の育成が図られている。例えば花の栽培や今作を体験することで命の大切さを学び、育てた花を福祉施設の人に送り交流を行う。また6年生が集大成として古川のコマーシャルメッセージを制作したことがある。この CM は取材、台本制作、道具の準備などを全て児童が行い、撮影のみプロに依頼した。 古川小学校児童会は、仲良し宣言と称するものを制定し、代々継承している。その内容は、以下の五点である。仲間と一緒に元気に遊びます。仲間を大切にし、人の話をしっかり聞きます。仲間と仲良くし、誰にでも元気よく挨拶します。仲間外れを作らず、一人ぼっちの人がいたら、進んで声をかけます。いけないことをしている子がいたら、 勇気を出して注意します。児童館運営委員会では、この宣言の普及活動を推進し、個々の児童は宣言の内容を意識した学校生活を送るという。ひだよしき特別支援学校2013年4月9日に開校した岐阜県立ひだよしき特別支援学校は、ひだ市立古川小学校に隣接しており、グラウンドなど学校施設の一部を共有している。 岐阜県では2000年代以降、特別支援学校の新設が相次いでおり、特別支援学校に通いながら、地域との関わりを持てる、要小中学校との交流を進めている。日田よし特別支援学校でも、開校式に古川小学校の児童が出席し、歓迎の挨拶を述べている。日田市学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を定める規則による、 ありがとうございます。